バッファロー軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点での人口は42,259人で、軍庁所在地はカーニー。バッファロー軍は隣接するカーニー軍とカーニー小都市圏を構成している。ネブラスカ州のナンバープレートで、バッファロー軍の車両は最初の数字が9になっている。これは1922年にナンバープレートの制度。 確立した際、バッファロー軍の車両登録数が中内の軍の中で9番目に多かったからである。バッファロー軍は1855年に組織された。軍の名は、その当時にバッファローが広く生息していたことにちなんで名付けられた。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積2526平方キロメートルである。 このうち2507平方キロメートルが陸地で、19平方キロメートルが海や湖などの水地域である。総面積のうち0.75%が水地域となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、バッファロー軍には42,259人、15,930世帯。 および1227家族が暮らしている。人口密度は17平方キロメートルで、7平方キロメートルの平均的な密度に16,830件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、白人95.18%、黒人0.55%、先住民0.33%、アジア系0.68%、 太平洋諸島系0.03%、その他の人種2.20%、及び今月、根結1.03%で、4.66%の人々がヒスパニック、または、ラテン系である。軍民のうち42.5%が、ドイツ系、8.1%が、アイルランド系、7.8%が、イングランド系、6.8%が、アメリカ系、 5.3%がスウェーデン系の移民の子孫である。バッファロー郡に住む15,930世帯のうち32.70%は18歳未満の子供と暮らしており、52.90%は夫婦で生活している。8.30%は未婚の女性が世帯主であり、35.80%は 家族以外の住人と同居している。26.10%は独居で、全世帯の9.60%は65歳以上の、独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.48人で、あり、家庭の場合は3.02人である。軍の住民は25.00%が18歳未満の、子供で。 18歳以上24歳以下が17.80%、25歳以上44歳以下が26.60%、45歳以上64歳以下が19.00%、および65歳以上が11.50%となっている。平均年齢は30歳である。女性100人ごとに対して男性は96.00に似て、18歳以上の 女性100人ごとに対して男性は92.40人いる。軍の世帯ごとの平均収入は36,782ベ米ドルで、家族ごとでは46,247ベ米ドルである。男性の3 1百8 2ベ米ドルに対して女性は21,977ベ米ドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は17,510ベ米ドルである。 総人口の11.20%、家族の6.30%は貧困線以下である。18歳未満の子供の10.50%及び65歳以上の8.50%は貧困線以下の生活を送っている。シェルトンのダウンタウン。ありがとうございます。